はい、えー、今回もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。えー、今回もですね。このトゥエンティ・トゥエンティのスマイルという楽曲の特典 DVD。皆さんね、ジャニーズの十五組、計七十五名がレコーディングしている。動画がですね。一時間、今日にわたって、一時間十二分か。 にわたってありますすよとということをですね私の動画のコメントに書いていただいたともさんから教えていただきましてそれをですね偉そうにお一人ずつこのレコーディング風景を見ながら私がボイストレーナーとして思うことをお話ししていこうという、ね、非常に不快な方もいらっしゃるかもしれませんけれどもちょっとね私自身がすごく興味がありましてとも、えー、さんという方が書いてくれたのが「まだ私が知らない」。 この人うまいじゃないかという方がたくさんいると思いますのでぜひ見てくださいということに非常に興味を持ったもんで、えー、ちょっとやらせていただいております前回前々回は V6 の面々のね歌い方を見させていただいていろいろ勝手にコメントしたんですけども今日はこの順番でいくとね今画面で堂本光一くんがちょっと一時停止で止まっておりますけど今日はこのお二人近畿 n のお二人についてちょっと解説をさせていただきたいなと勝手に思っておりますそれでは 行ってみましょう再生ポンコ一イくんです重なった痛みに心がずさんだおいいい声出てます表現力すごい濡らった日夜中もやれやでやがるんでゆく 蹴りをつけなくちゃ、はい、ねうわすごい表現力ですね明日の今頃は、うん、うわビブラートいな歌でも歌っていようよお願、うん、い出るそのだけでうまい見つけけ僕がいる So is smile you only all need うわっちょっと一回止めましたけどうまいうまいです !V6 の井ノ原君の時にも言いましたけど、ね、煉獄さんみたいになってますけどあ光一君はですねごめんなさいね偉そうに言ってますけども うまいですあの何がうまいかっていうとその声の出方はもちろんいいんですけどももうね「表現力がすごいダ,ダダダララララダ,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 ダの中でもう顔の向きも結構動きますけどやっぱりねメロディーを取る歌詞を歌うっていうことは当たり前としてその先で表現をするというところにすごく長けてると思います。 やっぱりミュージカルとかやられているのがすごく大きいんじゃないかなと思うんですけどああちょっとねこんなこと言って怒られるかもしれないですけど意外でしたちょっとイントーションおかしい意外でしたあのテレビとかでねキンキ k i のお二人で歌われる時もあればまあ浩一君一人で歌うのはあんまり正直見たことないかもしれないですけど歌ってる時はやっぱりねメロディー リズムしっかり歌わなきゃっていうところがなんか一番前に出てきて歌われてるような印象で高尾翔に行くとちょっと苦しそうに聞こえたりみたいなイメージが私はあったんですけどいやいや今のねレコーディングの動画を見たらごんですよで多分ね高尾翔行く時「表情」どこだっけな表情だけ覚えてたのにあの音が上がるときに。 ぐっと顎を引いてね高くなる時に「よー」ってこう顔顎を下げて顔の向きを上げないように高音出してるみたいな出し方にちょっと見えた部分がありましたけどこれは素晴らしいですね。あの印象がすごくすごく変わったっったら今までどんだけ <laughs> よくないと思ってたんだって言われちゃいそうですけど。 あの本当にレコーディングしてるとどうしてもですね私なんかもそんなたくさんいっぱいやったことないですけどどうしてもちゃんと歌わなきゃっていうことがね一番前に出てきやすすいんですよねだから本来自分はもっと自由に歌ったら歌えるのになんかこうかしこまっちゃうみたいなことになるっていうことがもう多いんですけどいやこういちくんはねレコーディングのも見事な表現力です驚きうん あのレコーディングってどっちかっていうとやっぱりこうね丁寧に歌って見本品を作るっていう感じですけど今の小一君の歌い方は違いますねもう自分の表現を録音するんだというかっこいいで上の上がる音の出し方もすごく良いへー素晴らしいさあその流れで剛君も行ってしまいましょうもう剛君はもうね もうまいことは十分分かっておりますけどどんなレコーディングなのかすごい興味あるもう素晴らしい <laughs>、うん、もう雰囲気がいいもんねもう表現力素晴らしい駅前の通りにも うん泣いてたことなんか次はタービーブラート暗いのスマイルスマイル誰かに憧れて耳の通るだけのスタイルスタイル髪を触りながら。 it's only smile。<laughs> <laughs> もう、もう終わってしまいましたよ。<laughs> もう。あの、冒頭がそうなんですよね。この歌の最初が剛くんの。おお、とか。今の A. M. の暴風で。これの暴風雨っていう歌詞はね、すごく歌うの難しいと思うんですよ。 うのつながりがあつながりとか続きでふで、ね、そのまま上がってくってていいくうでもねあの今のその短い、ね、レコーディングの映像ですけどそこにですね歌い方のテクニックがもうところ狭しとギュ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 っュギても入っているのであの私が偉そうにねここが良かったあそこが良かったなんていうも,うもんじゃないですねこれは。 ええ、そうだそうだっていうね剛君の母がの言ってくれてるのが聞こえてくる感じですけども。うん、で、えー、まああえてそこでねこういうとこがいいなっていうのを言わせていただけるとすればやっぱり強く出すところの響かせ方と優しく歌うところ、ね、あの歌い終わりのねフレーズが落ち着いてきた時の優しく歌うところももちろんそうなんですけど高い音でもダラララと強く張ってもいけるところ あららら私ちょっとガラガラしてて申し訳ないですけど柔らかく高い音を出していくとことかまああのね剛君のもう独特のあのビブラート色気のあるビブラートも最後のところ伸ばして切れるところでブワッと美味しい感じで出てくるっていういやこれはねどこ切りとっても本当美味しいですよ美味しいというのは素晴らしいということなんですけどうん、まあ、この曲の頭を歌っている剛君というのはものすごい。 ま1曲通して聞くときにもかかりますし、誰も文句のななないいトッップバッターじゃないかなという感じしますよね。とにかくそのレコーディングしてる時もあんまりその音程が合うかなとかリズムが合うかなとかじゃなくてさっきの光一くんと一緒でもう自分のポテンシャル歌えるその感じをそのまま表現しようというですね何の気負いもなく非常にこう楽な状態でえ歌われてるところも素晴らしいなと思います自然体で。 いやー、こう、k i n k のお二人はもう、よかったです。本当に。ええ。はい。言うまでもなく、良いと書いときましょう。剛君のと。<laughs> もちろん、ビブラートもそうだし、これまた表現力ですね、光一君と一緒で。いや、素晴らしかった。 はい、ということで今回はですね、スマイルという楽曲のレコーディングの特典映像を見ながら、近畿技術のお二人のことを私が偉そうにアーデムのレコーディングと勝手に語らせていただきました。皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。